ダリル・リチャードソンはフロリダ州ジャックソンビル出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはランニングバック。アビリン・クリスチャン大学より2012年の NFL ドラフト7252位でセントルイスラムズから指名されて入団した。同年8月25日のダラスカウボーイズとのプレシーズンゲームでは10回のランで51ヤードを 獲得、開幕ロースター53人の中に残った。第2週のワシントン・レッドスキンズ戦では15回のランで83ヤードを走り勝利に貢献した。2年目の2013年は、先発3試合を含む8試合に出場し、215ヤードを走った。2014年5月15日、ラムズからウェーバーされた。五月十六日、ニューヨーク・ジッツと契約したが、 8月30日に解雇され、翌日プラクティススクワットとして、ジェッツと契約を結んだ。同年12月30日、ジェッツとフューチャー契約を結んだ。2015年、最終ロースターカットで、ジェッツから解雇された。9月23日、ヒューストンテキサンズとプラクティススクワット契約を結んだ。あと、10月20日に解雇されたが、10月28日に、 再度プラクティススクワット契約をテキサンズと結んだ。同年11月には、ディオン・ルイスがシーズン絶望となったニューイングランド・ペートリオッツのトライアウトに参加したが、契約には至らなかった。12月15日、クリーブランド・ブラウンズと契約を結んだが、2試合でインアクティブとなり、同年12月28日、ブラウンズから解雇された。2016年1月20日、 ピッツバーグスティーラーズとフューチャー契約を結んだ。同年9月29日、解雇された。10月3日、スティーラーズとプラクティススクワッド契約を結んだ後、11月19日に、スティーラーズのアクティブロースター入りを果たしたが、12月24日に、解雇された。TJ イルドンが、故障者リスト入りした、ジャクソンビル・ジャガーズと12月26日に契約した。 2017年5月1日に、ジャガーズがロースターを90人に減らす際に解雇された。2017年8月29日、インディアナポリス・コルツと契約したが、9月2日に解雇された。その後、アライアンス・オブ・アメリカンフットボールのサンアントニオ・コマンダーズと契約したが、2月9日のシーズン開幕前の2019年1月30日に解雇された。 兄のバーナード・スコット、いとこのクライド・ゲイツも同じく NFL 選手となっている。ありがとうございます。